グをですねこう当ててカポッと、バックカントリー穂高の太田です。今日は、アイゼンのセッティングの方法、ワンタッチ式アイゼンのセッティングの方法をご説明していきますのでご参考にしてください。どうもバックカントリー穂高です。バックカントリー穂高の、店頭でですね購入いただいた場合は、店頭で説明しますけども調整の仕方ですね説明しますけども、もしオンラインで購入いただいた方のために今ここでですね動画で説明をしたいと思いますので、もしオンラインで、当店のですねオンラインショップの方でアイゼンまたは登山靴またはですねその両方を購入された方は、この動画を参考にですね、調整をしてください。でこの今日このご説明させていただく、アイゼンはですね、グリベルの G12 と、エアテックという12本爪のアイゼンがあるんですけども、そのアイゼンのですね、ワンタッチ式オーマティックというモデル、オーマティックという金具がついている、ワンタッチ式のアイゼンのご説明をしますので、参考にしてください。で説明させていただくアイゼンはですね、エアテックの12本爪の方を使います。まず箱から出していただいて、こういう感じ。これは12本爪エアテックの、オーマティックの SP というモデルです。で最近ですねこの SP という、金具、これはですねこのワイヤーの形状なんですけども、今までの通常のワイヤーよりも少し細い形状になっています。ここの R がですね少しきつくできていて、あの最近の冬の登山靴ですね、アルパインブーツに見られるこのつま先の形状がですね、ちょっとこう細くなってきているので、それに合わせて、SP というモデルが、去年あたりから、モデルとして追加されていて、よりこうフィッティングというかマッチングがよくつま先のですね、ガタつきっていうのを抑えるような形状でできています。で今ローバーの登山靴のアルパインブーツでは、全て SP で、フィッティングフィットするようになっているような感じなので、できればこう SP を選んでいただけると思うんですが、で、調整なんですけども、調整はですねこの真ん中のプレートのところですね、このかかと側についているピンの位置をこう変えることで長さを調整します。で、長さ調整するときはですね目いっぱいこう伸ばした状態で、靴を当てます。で靴はですね一応左右がありまして、アイゼンも左右があるんですけども、このですね底の形状、この靴底がですねこういうふうにこう内側に向かってこうカーブしているんですけども、アイゼンも同じように内側に向かってカーブしています。で磨き方としては、次にですねこの金具、留め金の金具がですね外側についているというのが、左右の位置の磨き方、左右がありますので、要はこのプレートのカーブが、右と左では反対側にこうカーブしているというような感じになっています。でまずですねこのつま先のコバを合わせて、その時にですねこのプレート、このですね輪っかのついたプレートはだいたい真ん中に来るようにして、あとあとですねこのベルトを通してピュッとこう締めますので、一応今のところはですねこうプラプラとした感じで、前側に倒した状態、こう前側に倒した状態で、まずコバをですねワイヤーを引っ掛けます。で次にですねこのかかとをですねここにガードがついているんですけども、このガードのところにスポッとはまるように、でこの時に、隙間が空いているようだとまだ緩いので、もう一つ締めます。この輪っかをですねもう一つ奥に締めます。それで、一つ分ちょうど5ミリぐらいの長さが短くなりました。それでもう一回ワイヤーをかけてガポッと張ります。でこの時にですねちょっとこのガードに対して少しきつめにはまるぐらいっていうのが本来調整としては理想的な感じです。今こうカポッとはめたいんだけどちょっと押し込まないと入らない。ただこれは雪の上でですね装着すると結構やりにくい面もあるんですけど、このガードにはまっていなくてもこの上に乗っていてちょうどセンターのところに乗っていて、そのままはまらなくてもこいつをこうこのですね、でこのですねプラスチックのパーツ、これをかかとのこのコバに、ガツッとこう当ててパチンと止めるんですけど、この強さもですね、この後ろについているネジ、これでですね調整ができます。これで硬さを調整するんですけども、
これをですね、とりあえずガポッとつけてみます。このガポッとこうカポッとこうはまったところ、ちょうどこの小刃のところ、ちゃんと小刃のところに当ててカチッとこうはまった時ですね、この時に、このかかとのですね、ソールがこのガードの中にカツッとこう収まるような感じで調整するのが一番なんですけども、よく見かけるのは少し緩く調整されています。このカポッとはめる前にもうスコスコで入るぐらいにしていると、どうしてもここにちょっと隙間ができてしまってですね、ちょっとこうガタついてしまうことで外れてしまったりとかですね、するかともありますので、ここの調整はこのガードのところにかかとがですね、ちょっとこう無理をすれば入るけども入れにくいぐらい、理想的な調整はですね、前のコバを合わせて、かかとがですねしっかりと、ただ押し込むにはちょっとこう手無理やり押し込めば入るぐらいの感じで合わせたら、後ろのこのプラスチックですね、こいつこのパチンって止める金具をですねこう当ててカポッとカチッと止めた時にかかとがこのガードの中にスポンと入るような、そんな感じ、これは理想的な感じです。ただ雪の上でやるにはちょっとやりにくい面もあるんですけども、それはちょっとこう慣れていただいて、こんな感じで止めていただけると思います。で調整としてはそんな感じです。であとは女性用、もし女性の靴でですね調整する場合なんですけども、この真ん中のですねバーが一番最初の、状態だと、男性用のサイズだいたい25センチから、29センチとか20だいたい5センチ以上の方の靴に、合うような設計になっています。でこれをですね女性用で調整しようと思うと、このバーがですねどうしても後ろからこうはみ出してきてしまって、調整ができないと、まあ、ここで引っかかるのでそれじゃ短くできない場合があります。その時はどうするかっていうと、一旦これを外します。外して、このバーも抜きます。それでこのバーをですねひっくり返すんですけども、これ抜いたらですねこれをこうひっくり返す、でひっくり返すと左右が変わりますので、これは反対側のバー、反対側のバーも抜いて、これは、こっち側ですね、これは、右足になります。で、もともとこれは右足についていたんですけど、ひっくり返すことでこのカーブが反りが逆になるので、これは左足になります。で次に左足の、アイゼン、これもですねこのバーを抜いて、でこの本体自体は左足、これは左足です。この本体自体は左足でも、このバーは抜いて逆さまにすることで右足用になります。で要はこのバーをですねもともと右足についてたバー、左足についてたバーがこういうふうにこう反った状態になっているものを、裏返すことで、反対側に反ってしまうので入れ替えると、それで元に戻す、つま先からですね元に戻して、そうするとですね見えるかな、ここにピンがあるんですけど、このピンがこう引っかかってここで止まるので、この分の長さがこの後の長さがですね短くなると、そうすることでより短くこう調整できるようになります。ここにピンが打ってあって、これ逆さまの時はそのピンがかからないでこの奥まで伸びるので長くなってしまうんですけど、これを裏返すことでここにピンがついていて、そのピンが引っかかるので短く調整をすることができます。それでかかとも戻していただく。ような感じで、より短く調整ができて、女性用の靴ですねにも、フィットするように出来上がります。だからレディースの靴でですね 24.5 センチ以下の方はこんな感じで裏返してですね、これでこう調整していただければ、長さ調整ができますので、一応男性女性兼用になります。で男性で使うときは目いっぱいこれ伸ばしても今度は短すぎてですね、つけることができないのでまた元に戻すというような感じなんですが、基本的にはですね、交換して使うわけじゃないので、
あの靴を用意されたらもうその靴専用っていう感じでアイゼンって使われるので、一度調整すればあのたびたびですねこう長さ調整をしたりとかこういう作業っていうのは必要ないの でもしもあの、まあ、一回山で使われるとですねこの穴のこの調整している穴のところに傷がつくので、あの金具で擦れて傷がつくので、長さもですね一回外してもそこの傷がついているところに合わせて、止めればですね同じ長さになるので、まあ、一度これで山で使えばですねあの形がつくのでその穴の位置っていうのが分かるようになります。で今日はこの男性はですねこれは UK の7というサイズなんですけども、マウンテンエキスパートの UK の7に調整をしたいと思います。この位置かな、はい、こんな感じですね。以上これで前のコバ、このコバをワイヤーにかけてグッと前に押し出した時に後ろがですね今少し浮いている状態言えますかね、こう押し込めば入るんだけどなかなかちょっときつめっていう状態ですね。で履いている時はこのガードのとこに足を乗せた状態、これでですねこの金具をこのパチンっていう金具をですねこれを当ててカポッとやることでこの中に収まります。このガードの中にソールが収まるという感じです。これがベストな調整です。ここはもしもうやりにくくてどうしてもあの力が入らないっていう方はもう一つ伸ばせばもっと簡単にストンと入るんで、パチンって止めたといったら少し、パチンって止めた時に、少しですねこう隙間ができてしまうので、それでちょっとややガタつきが出るかなという感じなんですけど、それでもあのそんなに外れたりとかってことはならないと思います。もし外れるようならこの状態で調整してください。で次にですねこのワイヤーを起こしてですね、ここにこのベルト、次にベルトで止めるんですけど、ベルトをですね通します。でこのベルトはですねこうよじれたりとかしないように通すんですけど、これは上からでも下からかけてもどっちでもいいです。好きな方からかけてください。これをグッとかけてでしっかり引っ張ると、でこの時にこのベルトがよじれていない状態でバッてですね、でこの金具留め金に留めるんですけど、これはですね、この、輪っかが2つついてます。リングが2つついてます。このリングの、2つ2本に通して1つを、折り返して留めると、まああの一番オーソドックスなですねベルトの留め方なんですけど、2つのリングこんな感じで留めます。でこの時も、よじれないようにそれでしっかりと、止めるんですけど、この時ですね力がですね入る時、人はまあグググッとこう引っ張れば力入るんですけど、力入らない人は一回こう後ろにグーッと引っ張ってクッとやれば、あのかなりこうこれを何回かこう繰り返せばですねかなりしっかりとこうグッと締めれますので、それはコツです。で次に、この長いですね余ったベルト、これはですねできれば切らないで使ってほしいんですけども、あのよくこれで10センチとか15センチとかこう切ってしまう方がいらっしゃるんですが、あの切ってしまうとですね次に、切った後にこのベルトを留めるときに、あのこれがですねアイゼンをつけるときって結構厚いグローブをしたままつけることがあります。でその時にこれが例えばですね、10センチぐらいこのぐらい切ってしまったと、このぐらいですね10センチぐらい切ってこれがないものだとして、これ切ってしまった、まあ、長いから切ってしまったらどうなるかっていうとですね、この10センチの長さがですね実は命取りになって、これで厚いグローブをした状態でこう通していくんですけども、それで手が弾かんでるかもしれません、力が入らない、握力も効かないかもしれない。でこう通していった時にこんな感じになるんですけど、このぐらいですね、このぐらいしかリングが出てない、ここから引っ張っていかなきゃいけないんですけど、しっかり握力がなければ握れないので、これをですねこう一生懸命こう引っ張らなきゃいけないんですけど、例えばこれを切っていない状態、この状態ですね、この状態だとどうなるかというと、手袋をした上からですねこうやって手に巻いてこう引っ張ることができます。だから握らなくてもこのアイゼンをですねこうしっかり締めることができると、こう巻けるというぐらいはあの長さをわざわざこうセットされているので、あのこれは切る必要はないです。で切ったとしても短くなったとしても、この末端はやっぱり何かにこうこのベルトですね引きずらないように
こう縛ったりとかしなきゃいけないので、そういう時も短いよりはちょっと長い方がやりやすいの であとは外側で、こんな感じで巻いていって、引きずらないようにですね、グッと締めて、でどっかにかけておくと、こういうところにこうかけておくと、そんな感じで使ってます。あくまでこれは外側で処理をします。内側に持っていくと、内側の反対側の足の愛染の爪がですね、こう当たったりとか引っかかったりとか、引っかかって転んだりとかっていうことにもなるので、基本的にこの内側をすっきりとさせると。で、金具もそうなんですけど、金具は必ず外側についているので、金具は外側で留めて、この最後の処理も外側で、きれいにこう引きずらないようにですね、処理をするというような感じで使ってください。一応ですね、これが、オーマティックというグリベルのアイゼンを購入いただいた方、このローバーのですね、登山靴、アルパインブーツを購入された方の、ための動画でした。これもし分かんないことがあればですね、また聞いていただければいいんですけども、お電話かですね、Facebook の、まずお友達申請かなんかしていただいて、メッセージかなんかをいただければ、その方が確実に、お答えができます。さっきメールが届かないっていうことが結構あって、メールはですね、自動的にこう削除されてしまったりとか、サーバー側で削除されてしまったりとかっていうことがあるので、必ず届くということが、最近はありえないという状況になっているので、できればお電話か、Facebook のメッセージで、問い合わせをいただければということでお願いします。で、一応ですね、こんな感じで、調整をしたんですけども、この、プラスチックのですね、この黄色いパーツ、ここはさっきネジで硬さを調整したんですけど、その硬さはですね、この動画で伝えることはなかなか難しいんですけども、硬い方がいいです。なるべく硬い方がいいんですけど、ギリギリこうカチンってこう止めれる、まあその人の力加減でも変わるんですけど、もし女性と男性ではこの力の入り方も違うのであれなんですけど、このパチンとですね、ちょっとこう素手でやるとちょっと痛いかなっていうぐらい、これだとまだちょっと緩いかなっていう感じで、これぐらいですね、このしっかりとこうカチンと止まるぐらいで調整をしてください。これはですね、結構持ち運びの間に緩んでしまったりそういうこともあるので、このアイゼン止めるときにですね、これはちょっと緩いなと思ったら、ここのネジをですね回してきつくして、止めるようにしていただければと思います。このぐらいがベストですね。このちょっとこう手がですね、こう素手でやるとパチンって痛いぐらい、そのぐらいがベストだと思いますので、そのぐらいで調整をするようにしてください。今日はですね、アイゼンの、長さ調整と、セッティングの仕方をご説明させていただきました。